ミリロマンスです。今ですね、エージェント君の車に乗ってですね、ゾッ君、というですね、まあ先ほどの枠から見た人には、ね、お伝えしますが、元ヌマップメンバーの、ね、アイドルグループニコ生派生のですね、ヌマップメンバーグループの、ゾッ君がですね、本日小学2年生かな、8歳のマー君と名乗るですね、児童を自分の車に乗っけて、それをですね、配信で載せた罪か何かじゃないんですけれど、現在ですね、警察署の方に、連行されて、音速じゃ、ね、ちょっと事情、なくなっております。はい、便乗です。正直言って、これは 94% 便乗です。はい。ゾックンが車で自分のね、自家用車にね、乗っけて、宮崎勤とか言わないでください。警察についても、頑張る。だって今の状況を言うと、ね、覆面が2人いるというですね、過酷な状況です。おいっす。ね、我々としても結構きつい状況だけど、まあ、ゾックンはそれ以上にきついから。ゾックンというのはですね、先ほどちょっとエージェント君の枠で事情聴取したところですね、50歳。50歳のですね、既婚者のゾックンが、小学2年生、ザリガニ釣りにね、ゴールデンウィークに釣りに行ったところ、なんとですね、8歳の少年ですね、まあ、児童といっても過言じゃありませんけど、児童を車に乗っけて、ね、児童を自動車に乗っけてですね、運転し、それを警察署にですね、警察に見つかり、連行されるというですね、悲劇ですよ。うん、こんなことあってたまりませんよ、本当に。離婚、あ、もう離婚だね。うん、俺も思ったけど、離婚だわ、これは。だってさ、奥さんから来たら寝耳に水ですよ。自分の旦那がね、ゴールデンウィークに家のことせずにザリガニ釣りに行って、子供釣って帰ってきたなんて聞いたらね、これはもうね、僕が奥さんだったらもう即座に離婚届叩きつけますよ。あんた何やっとんのって。ね、何子供で連れて帰ってきとんのって。しかもその子供がペラペラ自分の顔に乗っけて個人情報を喋っちゃって、本名まで。そうなるとちょっとですね、まあきついですよね。今幕張のあたりです。はい、今赤信号ではありませんね。なんで今あ赤えんあの多分、はい、多分消防車が通ったんだけど、ね、パトライト、あ、ごめんなさい、勘違いでした。パトライトだと思います。はい、まあ、そんだけで今ね、まあ、エージェント君が、新小山に迎えに来てくれたんで、それ乗って、ちょっと行きたいと思ってますよ。ゾックそう許すな。そう、俺もね、最初はゾックの味方だったんだよ。だけど、よくよく話聞くと、結構重い罪らしいわ。未成年略取って、懲役7年。懲役7年なんだって。しかも、親が多分許さないだろうね。なんでかというと、配信つけちゃった上に、さらに、子供の顔を全面的にネットで晒して、個人情報を上げたから、俺が逆だったら怒る。普通に嫌だから。やってしまう。人が良すぎて、人が良すぎた上のあれかもしれんけど、で、通常だったらまあ注意で済むんだけど、なぜか知らないと警察は、ゾッ君をその場で、緊急での、あの警察署に連れて、任意同行ですね、任意同行という形で署まで連れてったんだって。で、そうなるとそう簡単には帰れません。私もですね、経験があるけど、秋葉原でもう長いの、長所が。言うに、その、ね、群馬県の時も2、3時間かな、2時間かかったから帰れないだろうね。その罪を認めますかっていうのにサインしないといけないですね、最後。え、何それ。最後に、私はこういうことしました、間違いないですねっていうところをサインするんですけど、そこをしちゃダメなんです。それ罠じゃん。罠です。これをしたら帰れますよって言ったらみんなサインするじゃないですか。それも罠なんです。そう、だから俺漫画でさ、九十の、はい、弁護士って漫画知ってる、闇金打ち魔会って。あ、なんかあるんですね。はい。そう。それ見たら、はい、とにかく、無視を、黙秘。監黙ですね。うん。はい、あ、苦情。監黙っていうやり方。はいはいはい、
それやるといいらしい。いいです。あの刑事たちも監目されるともう、うん、もうお手上げ状態。え、マジで無敵なの、ね、それ？無敵です。あ、監目が一番いいんだって。逆に監目して、うん、なんで喋んねえんだよって言った瞬間、うん、あなた、うん、答弁強要で、うん、国家買収を請求しますよって言った瞬間にピタリと止まります。え、そうなの？ええ。逆にお前訴えるぞみたいな感じにしたいです。あ、じゃあ下手についてっちゃダメなんだな。ダメです。あと弁護士が来るまでは絶対に話さない。弁護士いないかくてもいいの？あ、いない状態でも、うん、国選弁護人とかが決まるまでは黙秘しますで終わりです、うん。あ、それでいいんだ。それで何時間耐えるのに？かん、あの4八？あ、でもいろんなパターンがあります。うん、その人が体調悪くて、うん、ってなるとまあ病院に連れて行かないといけないですし。え、いろんなパターンがあります。あ、そうなの。病院、何、お腹痛いよって言ったら病院連れて行かなきゃいけないけど。で、それで連れて行かなかったら、うん、ね、特別公務員、うん、ね、特別、あの、ね、ほにゃらら療薬剤で、うん、お前訴えるぞって言ったらピタリだと思います。詳しいね、さすがに。そうですよ。お前、管理官に通報するからなって終わりです。したらもうそいつの栄転はなしです。警察人生終わり。警察もじゃあ下手に動けないっていうことですね。まあ、サラリーマンですからね、警察官。ゾックンとか子供だけねえだろ。民法にそっくりな顔の男、50歳だよ。50。あんな綺麗な髪型で。そう。仕事もね、今、バイトもクビになっちゃいますよ、下手したら。路頭に迷っちゃいますね。いや、本当だよ。50歳で路頭に迷ったらもう、生きていけないよ。だからもう、ヤブちゃんに、ヤブさんにちょっと指導してもらわないと。そう。ニコ玉でも50歳の配信じゃない、少ないからね今ですよね。誰がいるとはちょっと言えませんけど少なくなりました。もうまま着きますよ。え、もう着くの？あ、皆さんもう到着だそうです。警察署のですね、ゾックンが今留置されてる警察の方に、この道を多分ゾックンも下うつむきながら通ったんですよ、ね、パトカーに。パトカーに乗りながら。え、自分の車どうしたんだろう、そうすると。それも。あ、多分、証拠物として押収されてるはずです。写真撮られまくってんじゃん。あの、ハンドルを握った指紋から、うん、男児が座ったところの、繊維片って言うんですけど、あの、専門用語なんですけど、はい、男児が、のズボンの繊維と、その繊維が合わさったら、うん、はい、確実に、男児、乗せたねってことになって、アウトです、うん。アウトじゃん。繊維鑑定されたアウトです。でも、通報した人のことを警察は信用してたから、そうです。で、事実、乗っけたのは事実じゃん。で、配信にも乗っけて。あれは罪重いよね。そうです。映像も残ってますからですね。そう、それでかいね。うん、いや、だからもう、あまりに不利なんですよね。不利な状況が、状況が多すぎる。そうです。で、なおかつその不利な状況に、嬉しそうなゾックンがいたんですね、うん。なんかめっちゃ嬉しそうな顔してたんで。あ、そうなの？楽しんでやがるなと思って。コメントシャワーを浴びて。そうです。気持ちよくなっちゃったの？おっしゃる通りでございます。だからやりよるなと思いましたよ、正直。で、それに便乗してるのが俺らってことね。そうです。あ、それに逆にウキウキしながら。そうですね。ゴールデンウィークの暇つぶしができたんだぞって言ってたんで。わざわざクレジットカード使ってレンタカー借りた、うんうん、ね、豚でもいるんですよ。そうだよ。ハイエナたちがいるよ、ここにも。ね。本当ですよ。うん、パチスロでハイエナして、クリショ稼ぎして。そう。さらにゾックで、ね、懲りずにハイエナして、やりたい放題だよ、これ。すいません、本当に。すいませんね、世の中の皆さん。うん、いや、でも、どうなんでしょうね。うん、ちなみに、カツ丼は出ませんからね。活動出た瞬間利益誘導罪ってなりますんで。そうだよ、わざわざ、ええ、エージェントはレンタカー借りたんだよ、このゴールデンウィークの一番高い時の。いろ、ゴールデンウィーク特別価格だよ、うん、バカ野郎。本当や、許せねえよ本当。特別価格でね、うん、無理やり借りてさ。そうですよ。こんなゾックのために電車に飛び乗って本当にさ、ウキウキしながら、まるで暇人じゃねえか。本当や、俺らが暇人に見えるだろ、本当にさ。やることない。いい年した大人。本当に40代の男がさ。そうですよ。人の不幸に便乗して。そうですよ。ね、ガッツポーズしてなかった。本当にガッツポーズしたの？え、うん、思わず私ね、うん、ちょっと釣り革の手をはず離して、ガッツポーズしてしまいました。面目ございません。あ、もう近いね。もう近いですね。あと、200メーターぐらいの。多分ですね、中央署の方に聞いて、うん、もしかしたら、その、留置場が空いてなくて別の署に
映ってる可能性もあるんで。それレアパターン？レアパターンですね。だから本当留置所ガチャってやつですね。あれ？なんかあれ見たことある豚がいますよ。何あの豚？なんか見たことある。あれ？なんか見たことある豚が、あれ？あれ？どっかで見たことある人。何やっとんすかこれ。どうも、大ちゃんマンです。早くほど。1時間ぐらい前からスタンバっておりました。早すぎんでしょ。本日はどうも、まあ麻雀仲間ということで、ゾッくんとは、知らない中ではないので、もう駆けつけずにはいられなくなってしまいました。あ、はい。でもはい、駆けつけた。まあ、電話かけたんですけど、電話つながらずに既読もつかないんで、もしかしたらまだ交流されてる可能性もあるということで、私セキュリティということで、ボディーガードとしてもね、後ろ乗りますね、ました。後ろ乗るか。え、いいですか。いいよ。じゃあすいません、この俺らハイエナだからさ、ちなみにね、このね、後ろの少年は誘拐してないからね。これしこれ後ろのね、ということで、ハイエナ3号ということで、ね、よろしくお願いします。ハイエナがゴールデンウィークに3人集まってさ、太った2匹のね、ハイエナですよ、うん、俺ゾックが誘拐した肥満少年じゃないよな。ちょっとね、さすがに違う、そんなこと。いや、小学生無理2つですよ。小学生の時のあだ名は大ちゃんかマー君でしたね。本当だよ、どういうことだこれ。クリソツですよね。ね、我々の姿を見て歩行者が走って逃げていってますよ。あれ逃げな、なんだよ、びっくりするね。それめちゃくちゃびっくり逃げて、めっちゃびっくり、全力逃げてんじゃんこれ。全力少年ですよあれ、本当に。振り返ってにね、ガチ逃げしてるぞ俺。今日夢見るわみたいな顔にしてましたよ。本当に走って逃げてたぞ。失礼なガキだ。本当だよ、何者だと思ってる。ね、え、でもこれは一回警察署に行ってこう聞くしかないですね。そうだ、聞くしかないですね。俺ね、もうエージェントがそこら辺、先輩特許だから任せるわ。承知いたしました。今の状況をね、聞いてくるか。ちょっとね、さすがに警察署の、なんか止めると怪しまれますかね。どっからどう見ても普通の千葉県民なんですけど。そうね。じゃあちょっと聞いてまいりますかね。うん、ちなみにゾックの本名って、ああそうだ、俺も知らない。リスナーさん、ゾックの本名教えてください。誰も知らないんで、ね。よろしくお願いいたします、ね。ゾックの本名ってなんつうの？ゾックの本名。これわかんない。知らない。え？ここまでし、ね、知ってるでしょさすがに。え、知らないでしょ。え、知ってるの。知ってるでしょさすがに。千代仙台です。これ豊川です。じゃあそれ忍法のそっくりしたんだよ忍法。じゃあ教えて。じゃあちょっと、うん、ちょっと名前知らないとで聞けないからですね。本当わかんないよ、名前知らないと聞けないからさ、なんつう名前なんですか。デカマラって名前なわけないだろ。そんなわけないだろ、もう無精子病なのに。俗本雄一って絶対ありえねえだろ。何が俗本だよ。だから俗君でわけで。何俗本って。世も末だよ。世もそんな名前ねえよ。何つったんだよ。日本から出ていくよ、本当だったら。で、カマラなわけないだろ、お前。何聞いんだよ。言い方変えただけじゃねえ。本当にわからんな。本当ですよ。ちょっと、事件番号だけじゃわかんないの？受理番号は私書いてるんですけどね。わかんねえな、これ。どうですか。いろんな名前が飛び交ってるから、もう顔写真見せるしかないですか。吉田てるみ、それラジオのパーソナルアナウンサーだよ。そう、有名な人ですよ、吉田てるみ。俺一瞬脳裏を言ったんですよ。え、なんて名前。何、忍法じゃないよ。随イエンって絶対ありだ。それっぽい顔してますけど。それっぽい名前だけど、随イエンってなんか偽造テレカとか作ってそうですけど、なんつ名前なの。なんて名前ですかね。もう顔写真見せるしかないですね。ないね、これは。しょうがないな。ちょっと聞いてきますか。なんか この人知りませんか。俺は警察の中で配信多分できないから。あ、そうっすよね。待って、エージェントの情報まずしかないよ。そうっすよね。え、画像を見せたら言えますかね。え、それは別人じゃないですか。え、あ、いや、これこの画像。あ、そっちね。それは青メガネの方ですね。うん、こっちの方ね。あ、こっちですね。あ、右側ね。こっちですね。右の方ね。これ、ね、これ大ちゃんマンと俺だったらどっちの方が話してくれそうですかね、お前さんは。二人で行けよ。二人で行きます。二人で行って、ちょっと一人だったらちょっと冷やかしかなみたいな感じ。そう、二人だと学校じゃん。なるほど、勉強になります。俺待ってる。じゃあ、ちょっと携帯置いていきますね。そう、置いていって。
あの俺が捕まったら、うん、面会来てください。あ、分かった。はい、あ、いやマジでその格好で行くな。はいはいはい、分かった。はいはい、大ちゃんマンってコード早いな。1時間前から来てんだね大ちゃんマンって。いや、あいつの武器は行動力だよ。いや俺は配信してるとまだ警察がうるさいからさ、だからで情報だけちょっと手に入れて、まあ何が起きたかというともう一回説明しますと、ちょっとね本日ゾッコンというですね元ヌマップの、まあ、メンバーいるんですけど、ヌマップのライブにも来てくれたメンバーがちょっとやらかしまして、ザリガニ釣りを昼間にやってたんですけど、その際に小学2年生の8歳というのですね、マー君という少年、まあ児童ですね、児童を、まあどういった事情かがあるかにしろ、迷子になったかなんかね、お母さんとはぐれたか事情があるにしろ、車に乗っけてですね、その姿を配信上で出してしまったところ警察に通報されまして、それで解決と思いきや、ゾックンさんがですね、今度は、未成年略奪っていうのかな、未成年略取かな、そういった罪によりまして現在千葉の、警察署の方に、連行されてるという、そういう状況が、出ておりまして、でまあちょっと今でもまだ解放されてないそうです。夕方、今日の夕方かな、夕方あったんですけど、まだ解放には至ってないという状況です。はい、全然ね、ゾックンさんは、ペドでもないし、ショタコンでもないことだけはちょっと付け加えさせてください。あ、走ってきた。やばいやばい。何大、大騒ぎしてる。大変だ。どうしたどうした、ゾックンが、はい。警察署の中から出てきました。え、ちょうど今、ええ。ちょうど出てきました。ちょうど、ごめんね。ちょっとナンバー映さないようにした方がいいんですけど、はい。何も、あ、あそこ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 、じゃあちょっと、行ってくるわ。あれ、シートベルトが、じゃあちょっと、あ、逃走しようとします。逃げようと。ゾックン？あ、ごめんなさい、あれ？あ、ごめんなさい、間違えました。うん、俺だけど。なんすか？あ、ちょっと心配でさ、今日電話したけど、かけてきたんで。そうでしょ、心配なんかしてないじゃん。心配してるよ。だってさ、こんなことでさ、なったらさ、ニコのみんなが心配してたよ、今日。なんでだから大ジャンマンもエージェントも今日来たんだよ。なんで千葉にいるんですか？だから、ゾックにいるか心配だよ、未成年。嘘つけよ。ほんとだよ。未成年誘拐したって聞いたから、それはびっくりするに決まってんじゃん。さすがにそれないと思って、俺らはさ、違うって言ったけど。何があったの、マジで。子供誘拐したんだけど。え？で、どうなったの、結局は。言いたくないことは言いたくない。いやいやいや、ちょっと。あんた、うんこでも食ってればいいんだよ。もう俺、帰らなきゃいけない。いや、帰らないでよ、そんなことで。そんなことで言ったらさ、うん、未成年誘拐したんだよというのは、だからそうなっちゃうじゃん。この就職できなくて、あんた50歳だろ？あんたってもう46とかじゃないか。46だけだよ。ハゲ。何を、だよ、何を切れてんの？こういう時だけ来やがってよ。いいだろ、別に心配で来たんだから。町会議の時なんかあんた思いっきり俺のこと無視してたじゃん。知らんかったよ。リスナーさんかと思ったんで間違いだな、その時。リスナーさんと思ってんじゃねえか、だから、だからそれを。じゃねえよ。今日、何が、今日どうなったんだっけ、さ、だから捕まったんだって。捕まって、じゃあこれからでも解放されたじゃん。釈放されたんだよ。なんで？いや、お前、まあ、別に悪いやつじゃない。お前悪いやつじゃないからって、うん、そんな理由で、うん、警察、見て。警察がめちゃめちゃ見てくるんだけど。見るな、ね、帰っていい。いや、帰らないよ。帰ってください。だから、俺もね、入れなさいよ、今回ネタが。なんで来たの？いやいや、帰ってくださいよ。嫌だよ。なんで？いや、心配だから来たんだっつうの。だから、その誘拐現場に、うん、親戚に迎えに来てもらって帰るんだから。なんで誘拐したの、そもそも。2歳を。あ、8歳を。2歳って。8歳を。8歳を誘拐。帰らしては分かったから、そんなことより。なんでじゃあ誘拐したの、そもそもは。帰らしてってだから分かったから、だから一緒にザリガニ釣ってたんだよ。うん。うん、いいですか？で、何でって。で、ゾックンとしては。これ、ああ、こっちの方がいいよ。うん、あ、来た来た来た。すいません。もう、じゃあ、メデルさん。なんで帰るの？だから、警察来ちゃったから、ほら。あ、そう。この前動画回したら、動画回してますよ、ね。はい。動画あ、じゃあ、分かりました。じゃあ、外で出ます、はい。すいませんでした。
いや警察のね、まあ、言うことは絶対だから、それは言うこと聞きますよ。でもなんか捕まった、誘拐で捕まったんだよって、最初俺さ何やってんのって言ったらお母さんでさ、ゾックンの、俺あれと思って、俺間違えたかなと思ったら、ゾックンのお母さんにお前何やってんだって言ったら、はい、別人でやった。いや、やらかしちゃった。え、あれリスナーさんですか。いや違う、あれどうぞ、あの最初さ、はいはい、お前何やってんだって言って車開けたのね、はい、そしたら、はい、ゾックのお母さんがびっくりした顔してあ、あれお母さんですか。お母さんだったよ、あれ。お母さんだったよ、ね、後部座席からゾックが出てきて、はい、捕まったんだよ、もういいからって言って、悲しそうな顔で、言ってた。え、でもどこかしら嬉しそうな顔してませんでした。いや、なんか、お前こういう時だけ便乗しに来るなって言って、俺がね、懲戒の時来ても、しかとしたくせにって言って、根に持ちすぎだろ。そう、めちゃくちゃ怒ってた。で俺がリスナーさんと間違えたんでごめんって謝ったらもっと怒り始めちゃって、うん、若作りしやがって、うん、ね、いや、うんこ食ってろって言って、お前は家に帰ってうんこでも食ってろって言って、失礼なやつだ。本当ですよ、せっかくない助けに来たって、ね、助けに来たけど、まあ、逆にご両親が助けに来るっていうですね。そうですよ、なんかご両親も、ね、お母様ですかって言ったら、いや違いますみたいな、なんで嘘ついたんやあれ、ね、朝日嘘つかんだよ、ね、違いますみたいに言ってたよね、うん、え、何見て違います、お前ら何で来たんだよ。そうそう、ねえ、あ、ねえ、多分親御さんいなかったらありがとうって言ってたと思うよ、甲高い声で、ね、え、でも大ちゃんも本当ありがとうね、捜査員として来てくれて、いい、よかったです。え、どこら辺に送ったらいい、どっか送ろうか、帰り道で。いいんですか。え、もちろんもちろん、そがら辺まで、そがら辺、あ、了解、送ってほしい、うん、了解、任せろ、一駅だけなんですけど、あ、いいよ、全然ワンメーターでいいよ。じゃあこの辺で僕もね、まあ、ゾックマン無事に帰れたということで、あとはエージェント枠でお楽しみください。この便乗枠は、はい、便乗ね、もう便乗丸って書け、便乗気持ちいいね、本当ですよ、ゴールデンウィークにね、振って湧いてきた宝箱だよ、本当ありがとうな、ゾックマン、ね、本当ですよ、俺たちがゴールデンウィークにもうやることなさすぎて、もう困ってる最中にね、本当ですよ、ね、本当にありがたいわ。いや、なんかもう自由っていいなと思っちゃいましたもん。本当だよ、ね、うん、じゃあありがとうございました。この辺で僕の方が切るんでね、さよなら。ハイエナコンビって書かないでください。はいね、ハイエナトリプル、ハイエナコンビだからね、本当ですよ、ハイエナトリオはね、あのここはどこ、何駅、幕張、あ、千葉港、千葉港駅、そうです、千葉港駅からですね、お届けいたしました。ありがとうございました。ロリカもハゲからいらっしゃい、はい、さよなら。あとはね、エージェントの枠でお楽しみください。しっかりとね、あの栗賞稼ぎさせていただきます、ね、ああ、そっか、それが認められたんじゃない。ああ、配信の TS 見れば分かりますもん、ね、そうですよね、がないって、なんか人柄は分かりますもんね。でもさ、親が迎えに来させるレベルってことは、やっぱりただでは帰らせてもらえなかったってことでしょ。まあそうですよね、手ぶらでは。そうですよね、だからもう本当に、もうもしかしたらね、帰り道で頭おかしくなって電車に飛び込む恐れがあったから、ね、いい年した大人が保護者呼ばれたんじゃないでしょうかね。いやー、これはね、だよね、便乗できてね、ゴールデンウィーク最後に、ね、屈強な男3人でね、こんなちっちゃい車乗って押しかけて、警察署に押しかけて、本当ですよ、そしたらお前さんたちいっぱい出てきましたよ、そう、飛び出してきたよ、なんて言われたんですか、署内で動画撮らないって言ってください。ああ、それだけなんですね。そんだけだった、まあ、正論、そう、正論だから分かりましたって、ね、すぐさ、ああ、さすがですよ、うん、そこでね、逆らっていいじゃん、ね、表現を自由じゃんなんて言ったら、それはもうダメだから、なるほど、警察は絶対だからね。そうですね、やっぱ慣れてらっしゃいますよ。そうそうそう、ね、モバラ、この3人モバラ行くわけないだろう。どうなるんだよこれ。気が気じゃないよ。あーちゃんがトイレに閉じこもっちゃうよこれ。なんだこいつらってなるよ。ね、心が綺麗なんだからあーちゃんは。あさって3人でバイト行くんでちょっと苦しいかも。本当だよ。頑張り屋さんだね、バイトしてんの偉いな。あさって結構きつめのバイトなんだ。いやでも本当根性座ったよねやっぱ。まあ彼女もねちゃんとね守るぞっていう、やっぱ男らしいよ。本当に幸せ。本当にいいことだ。
いや本当ね、男磨いたなって思います。成長していただきますから、もう 目の輝きが違いますよ、大ちゃんの、うん、本当男らしくなったよ。貯金貯めて頑張ってほしい。いや本当に、ね、稲葉くんの借金から返さないといけない、ね、また返しなかったの、ね、え、あと 6万ほど、リアルな数字6万か、あと6万ほど残ってる、ちゃんと返していきたいです、ね、小花葉ちゃんこう酒飲ませたら忘れそうだけどな。そうです ね、付き合った祝いでチャラにしてほしいんです。そうだよね、本当にご祝儀だと、そんぐらいしてほしいですよね。ね。ちなみに、あとこれはちょっとあれだな、今放送で言わない方がいいか。どうしたんですか。いや、ちょっと桜地関連の情報がちょっと耳に入ってきたんですけども、ね、あのミスターがいきなり静かになったんで、ね、ノージョブです。ね、ノーコメントでございます。黄色いツバ吐きと俺じゃねえだろ、ね、ツバぐらいいいだろ別に、うん、桜絵文字やめてください、ね、気になるぞって本人通報分かれた、ね、さっきまで目を輝かせてたねミスターがスマホいじり出したんでね、オーバーしますね。え、何関連の噂が飛び込んでくるの？え、ちなみに、え、ちょっと放送では言えないんで、ちょっと耳かしまってます、うん、あ、知ってるよ。知ってますか？それ誰から飛び込んでた？え、これはあの某あの情報工作員から配信者か、え、リスナーから来ました。リスナー、これは間違いない情報。あ、そうなんですか。どっちどっちどっち。いやでもなんか画面も見せていただきました。え、そのやり取り。あ、あいつだ。確実じゃない。いやいや、いいから言わない。あ、ちょっと名前はちょっと言いませんけど。名前は言いませんけど、ちょっと私の情報網からちょっといただきました。ね、その人は何目でエージェントにそんなこと言ってきたの？いや単純に情報収集の一環として、うん、そういう話を聞いたので。あ、そうなんだ。はい、聞いたと。聞いたと。聞いたと。そしたら教えてくれたと。まあ自分はちょっと捜査のプロなんで。あ、そうです。そうです。そうです。そうですね。まあちょっとね、内容はちょっとね、あの当人がいらっしゃいますもんね。ゴールデンウィーク最後の日でこんな話するな、お前ら、うん、ね、どうすんの。帰り一緒にさ、みどりさんと運転手帰っててさ、ハンドルをね握って、エージェント一緒にあっちょみするぞとか言ってさ、ね、東京湾に沈みたくないよ俺は、うん、ね、やだろ こんな水死体が上がってきたら。青マスかぶったおばあちゃんありません。堕胎関係ねえだろ。俺の腹見て堕胎って言うなよ。妊娠してません。茂原行ったら髪が痛い。無理だって。お忙しいんだよみんな。朝何時から仕事？明後日は大体8時に出たいみたいな。あ、明日じゃないの？あ、明後日です。明後日。仕事そんなにいっぱいある？バイト。そうですね。3日に2日2日行って2日休みみたいな。あ、偉い、すごいね。ちゃんとルーティンができてるんだね、働く。偉いな。6月から結構忙しくなるって話聞いてるんで、ちょっと不安ですけど。なんかね、そのエアコンの需要とかもね、増えるしね。不安ですけど、ね、熱中症とか気をつけたいと思います。社長誰？社長は社長で。ダイブス？あ、ダイブスさんは。あ、違うの？バイトリーダー的な感じ。バイトリーダーなの？久しぶり聞いたの、バイトリーダー。ほんで僕とあーちゃんをこうやっと感じなんですね。はあ、しっかりしてるね、ほんと恩人じゃん。いやね、ほんとにね、みどりさんが引っ張り出してもらって、ダイブさんに拾ってもらって、新生好転ですわ。ほんとだよ、ほんとだよね、
いやだから日頃のね行いをねやっぱ磨いてるが偉いよ。本当にね。佐野の実家で、うん、加藤純一の放送にとんかつ連投してたら、ね、ここまでになりませんでした。だよ。とんかつ連投してたんだね。ね、群馬まで一緒に助けに行ったら、はい、着いたらビニール袋頭にかぶってたあの少年がですよ。体育座りしてましたね。あの時は本当にありがとうございました。ねえ、よかったよ。あの時死ななくてよかった、君は。ね、生まれてきてありがとうだよ。本当です。うん。ユノンちゃんにも言っとけ。ね、今日帰って。今帰ったんだ。今日帰ってたんでしょ。はい。今日雪すりの時に行きました。かわいいよな、本当。彼氏を思いやるあの優しい目。ないよ。幸せですよ。ねえ。絶頂期だね。いや本当に。なんか不幸にならなさそう。大ちゃん。いや突然やってくるから不幸。ですね。やっぱり、どうしてもこう横山みどりと関わる人は不幸になるジンクスがありますけど。うん、ね。そのまま幸せが続くと思わん方がいいよ。そうだ。それを打開打破していきたいと思う。俺だってね、前結構手取りとか働いてたのにお前やめて今日雇いですよ。俺も不幸になってるよ。ちょっと怖いですけど。怖いよ、暗黒は。死神が出るか分かりませんけど。いつやられるか分かんないからね。気をつけていきたいと思います。不幸のジョーカーは誰に訪れるか分からんから。そうだよ。みんなで回し合ってる。そう、みんなで、ね。こうね、火のついたダイナマイト、よいしょ、よいしょってね。うん、お、もらった、よいしょって。やってますよ、みんなで。恐ろしい。夜も眠れませんよ。ね、またえ、ユノンちゃんまたこっちに来る予定はあるのかい？今明日来るみたいな。早すぎだろ。もしかしたら明日来る。明日来んの？来るかもしれない。どんだけ愛してるんだよ大ちゃんの。めちゃめちゃ愛されてるし。いやほんとね、幸せな男だよ君は。本当に。あんこ、もったいないぐらいに。素晴らしい。そう。ね。すぐ来るって。どんだけ好きなのよ。嬉しいですけど。いやでもいいよ、愛されてる。いやマジで。喧嘩もしてないよ。でもまだ喧嘩も全然。喧嘩なしなんだ。そういう不満とか不安に思ったことがあってもお互いいいやって。ああ素直に吐き出す。そうですね。持ち越さないみたいなことをちゃんとあれしてて。でもね、やっぱ大ちゃまのこと好きなんだなって思うところはやっぱり大ちゃま黒の服好きじゃん、はい、で黒の服多分伝えたんだと思うんだけど、俺その時見てないんだけど、はいはい、俺多分付き合って以降黒の服めっちゃ多いなと思って。ユノンちゃん、そうだよね。だから相当好きなんだよね。だ嬉しい限り、うん、ねえ、多分大ちゃまと一緒になりたいっていう気持ちがあってああいう坊主にしたのかなって。いやそれはあるかも。それもちょっとあるよね正直、はい、あの子ねめちゃめちゃ愛深いと思うよ。深いです。あパッと見はねなんか最近の子でこうねふわっとしてんのかなと思うけど、めちゃめちゃ乙女だよあれは。すごいですね。相当すごいと思う。びっくりしちゃうぐらい。いや俺は思うね、いい女見つけたよ本当。いい奥さんだよ未来のね。ユノンちゃんもねアフランカフェの時に働きすぎて手がちょっとガクガクってなってたもんね。酸素がなってました。なってた。だからちょっと甘い、甘いの飲みなって言ってね、はい、ちょっとアフランさんにねあの早めに差し入れで栄養ドリンクと飲み物渡してたのに、はい、ね、早く渡してあげてくれアフランさん、ね、手がガクガクなる前に。無能だからしょうがない。まことなりか、うん、すげえ大回りしちゃいました。ありがとうございます。あ全然大丈夫。え全然どこら辺って言ってもらってね、いいんでね。もうちょっとまっすぐお願いします。全然お任せあれ。右左足さらに注意。事件がね終わって、そう今や控え室で
スマホを眺める横山みどりですよ。もう試合終了だ。完全にもう見てこれ。もうドラクエウォークやっちゃったから、うん、余裕こいて。ね、マネージャーとあとは一緒帰るだけの横山みどりですよ。これ。完全に素ですよね。うん、だって捕まってなかったもん。本当ですよ。よしよしよし。お母さん、ね、びっくりしたから。お母さんパンチある顔してましたね。負けましたね。ねえ。一瞬高木ブーって言うとして。ここら辺で、あ、了解了解。ありがとうございます。お気をつけて。で、ゆのんちゃんによろしくね。はい。ちゃんと愛してるってことをかけてあげてね。はい、毎日ありがとう。ありがとうございました。気をつけてね。お疲れ様です。あ、大ちゃんマン。はい。え、なんか、あれじゃない？なんか、脱水症状になるっつってたからさ。はい。それだけあげていいかな。何ですかそれ。これあのあタブレットとか怪我した時の消毒のだから、はい、一応入れといたから本当に何から何まで、ね、ありがとうございます。本当に幸せになってね。ありがとうございます。はい、お疲れ様。お疲れ様です。早く別れろ。幸せになりやがって。じゃあね。何今彼って、ええ、モバラじゃない2人で愛の巣を作って生活してるの。あ、でもなんか目標あるんじゃないですかね。やっぱ目標が敵モバラに帰るかと思ったら何 家借りてんの名前に。えだってこんなところでなんで降りる人が。あ、でも確かに。あ、それか車でまた移動するのかもしれないですね。それかでも確かに。どうでも愛の巣って大事ですよね、うん、あとその東京でメイドカフェするのであればまた店舗探しとか。あれどうですか。女の人が酔っ払いですかね。酔っ払い。どこ見たことない。ここは蘇我駅ですね。蘇我よくあの出張の時にね、よくここら辺のビジネスホテルに泊まってました、ね、千葉県蘇我市ってとこ。蘇我市ってとこですね。いい左よしよしよし。いやでもお疲れ様です。本当にゴールデンウィーク最後だよ。まさかのゴールデンウィークの最後ゾックンネタね。ゾックンネタ、ゾックンあれね。ちょっと目がパキってましたけどね。いや切れてたね。切れてましたね。なんかめっちゃ普段彼温厚にもかかわらず、めっちゃ切れてた。なおかつ自分が悪いことしたのにですよね、うん、普通に、うん、誘拐したんだよって言ってストレートに言ったよ。普通さなんかさ、いやこんなことだってって言ったら危ね吹き出しそうだった。誘拐したんだよってなんかもう堂々と言ってたね。なんかもう当たり前だと。そう、臆じるね、臆することなく、はい、あ誘拐したんだよって言ってなんかもう堂々としてたの。逆に俺もそれ以上言い返せなくなっちゃったから。はあ、怖い世の中ですね。本当よ、うん、相当こってり絞られた。いや相当だから、その逆切れですよね、うん、お前さんに怒られないんで、なんか弱そうなデブ2人が来たからとりあえず言おうみたいなのがありましたよね。なめやがって。そういうことになったんですね、うん。多分眠いでしょうから。あ、大丈夫大丈夫ですか。うん、あ、明日病院行ってさ、胃カメラにするんだわ。いやでもちょっと大腸系とか小腸とか気になりますね。もう完全に下痢が多いって大体そうですからね。いや、何大腸って肛門にカメラ突っ込まれてないやろうな。あーでも絶対嫌な、あの口から入れるパターンと鼻から入れるパターンがあって、うん、俺の場合は鼻から入れてもらいました。鼻からも入る。鼻からも入ります。あの細くなってるんです、最近のそういう腸を見るやつ。あ、ロジクルカメラみたいなのいるんじゃないの。俺てっきり胃袋だけ見るんだと思ったら、なんか腸も見れるらしくて、うん、え、そんなもんで、マジで。なんか言ってましたね、はい。え、最近そうなんだ。あとそのカプセルにカメラがついてて、飲み込んで、最終的にうんちで出すみたいな。あ、そんなのもある。それもあります。そっちにしてほしい。鼻でかいから大丈夫って、そういうレベルじゃないだろ。そういう話じゃないか。鼻でかくて痛いんだよ。痛いの、めちゃくちゃ。いや、あのゼリー塗りますね、麻酔の入った。あ、なんかそれをまず塗る。ローションみたいな、ペペローションみたいな。ペペローションみたいなのを、塗って、それを飲み込む。これちょ、あやぎ声が出るところですね。ペペローションで。きつそうだな。でもアナルから入れられるパターンって未だにあるんですかね。それやると思ってた。なんか。ああ。でもカプセル選べるんだったらカプセルの方がいいですよね。痛くない。絶対カプセルの方がいい。でもカプセル移動するのか。なんかこうパッパってこう LED の光でどんどん取っていくらしいんですよ。こう腸をどんどんこううんちと一緒に流れていくみたいな。あ、そうなの。そういうカプセルが、だってそれ見た時は5年以上前ですからね。あ、5
5年前にもその技術、もうそういう技術があったんで、今はもっとすごい技術があると思います。だといいんだよ、心配だからもう食べてない。え、その便が黒いとか細くなったっていう、ないうこと。あ、じゃあ大丈夫です。うんちが細くなったら大腸がんの恐れがあります。はい。あの食べたらすぐ下痢になるのか。それは多分腸のその膜っていうか、それが調子悪いんじゃないですかね。吸収が弱くなってるか。え、なんかダイエット食とか食べてますか。なんもない。食物繊維取りすぎてるとかないですか。全然ない。とにかく大丈夫ですね。脂っこいもん食べた瞬間に夜中に焼肉も食えなくなっちゃった。よくあのモデルさんとかが、その体重を減らすために食物繊維の粉を飲むんですよ。でそれを飲みすぎて栄養が吸収されなくなりすぎて腸が腐るっていうのがよくあるんですよ。腸が腐るとか、腐って切除とか。なんなの。ありますあります。絶対気がついてるんだ、ね、大腸がんなわけないだろ。なんてこと書くんだ。動揺してお前ね、電また来そうになったら。胆石って、え、お腹痛いとかあります。なんか俺はあるね。胆石じゃないかみたいなコメントもあります。胆石じゃない、半年間ずっとこれだから。でも下痢ってことは脱水症状が起きてるってことですよね。そうですよ。だから水飲んだ方がいいんですよ。大腸がん朝一知ってくる。ああ、絶対早めの方がいいですよ。だって結果は同じだったら絶対早めの方がいいですよ。そう、はい、やっぱみんな結果知りたくないから行かないっていう人いますもんね。太ってもがん、いやー、だからいきなり痩せ始めるとよくがん疑いが出てくるんですよね。某経済コメンテーターとかね、井上やばいって誰言う、井上って。でもなんか大腸がんはうんちがいつもより細くなってたりしたらめちゃめちゃ怪しいらしいです。あ、井上ダウン、あ、ボクシングね。でも緑さんはこう健康食ですよね、どちらかといえば。体にいいもの食べますよね。そうでもないから。あ、まあ、お忙しいですからね。お金がないからコンビニ行く。あ、確かにですね。でも炒めのソフトも食べない方がいいでしょ。なんデブの人生なめんなよ。トンネルです。いや、今日よかったですよ。もう今回来なかったらずっとモヤモヤしたまま寝てましたよ。はい、どうなったかなってね。はい、モヤモヤなってもうすっきりしてよかったな。そうです。でも本当に仕込みなんじゃないかっていうぐらいすごいタイミングで警察署の正面の玄関入ろうとしたら、ゾッくんとその他の方2名が出てきたんで、びっくりしましたね。本当にびっくりしました。驚いて。ゾッくんブチギレ、なんで。今配信してんの。配信してるから見てみようか。してますわ。え、バッテリー大丈夫ですか。充電します。充電ですか。了解です。びっくりした。だって正面玄関の階段一歩踏み込んだ瞬間に大ジャマンと俺の目の前からゾッくんがゾロゾロ出てきたんで、俺一瞬マジかよと思いましたよ。そんなタイミングある。いや、すごかったですよね。だから私に戻ってきたんだね。そうです。天文学的確率ですよこれ。鳥取砂丘の砂丘から砂粒一つを見つけるぐらいの確率ですよ。した。ね、絶対まだやってない。あ、やってないですよね、さすがに。
え、でも、なんで厳重注意で済んだのかですよね。多分、さっき一緒に言ってたのは、はい、なんか、悪質性がなく、はい、状況判断で、はいはい、うん、あ、しょうがないかみたいな。そう、こういう状況だったんだけど、子供からしかもなんか来たらしいからさ。確かにですね。うん、あれで、なんか怪我者に行ったずらしたのかもね。そうですね。まあ、あと映像がなかったら、な、まあ、もしかしたらこうね、こう、まあ、ゾックの話をしてるわけじゃないですけど、そう、性犯罪者とかがね、そういう、こう、男児のケツを触ったりですね、なんかこう、陰部を触ったりとかしますからね、実際に。でもさ、何もなしで返すわけにはいかないから、いや、一応ですね、親を呼んで、おっしゃる通り、そう、そうですね、保護したっていう、あのことにしたんでしょ。ですよね。で、多分男の子もちょっと叱られてるんじゃないですかね。もうそんな簡単にね、あの気持ち悪い角刈りのおじさんについていくなよと、ついていくな、知らない人に乗るなって。そうです。でもあれを見ると本当に誘拐犯罪者からすると簡単なんだなと思いますね。簡単についてちゃうんだなと思ったよ。だってお母さんが呼んでるよとか、うん、お菓子あげるからおいでよとか、うん、ね、こう焼肉をおごるから、ね、うん、車乗ってデートしようとかいいやついますよ。そうね、コロリと言っちゃうからな。違いますよね、やっぱ悪いやつは。悪いやつだよね、うん、と思って、うん、我々のね、パトロールも、はい、今回成功だったこと分かって良かったですよ。みんなに安心を届けることがね、何よりの報酬だよ。おっしゃる通りです、まあ、今回事実確認できただけのラッキーです。そうそうそう、今回本当にもう正直会えないと思ってダメ元で行きましたからね、警察署に。はい、桜の絵文字関連のコメントは読みません、ね、プライベートの。あれ幕張メッセじゃないの。そうですね、ちょっと前行った幕張メッセです。そうだよ、はい、いやでも町会議来年あるんですかね。やるらしいよ。やるんですかね。この歌枠オーディションも始まりますね。またやるんだ。またやるみたいですよ。また歌枠やるのかね。でもオーディションがなんか1日だけですよね、なんか、うん、もう1回乗った人はいいじゃん、歌ったんだから。あ、常連いますもんね。乗ったんとか絶対出るじゃん、だって歌うまいですからね。そうそう、確かに。クララ配信中なのか。クララってどっちのクララ、クララって名前結構言うんだけど。ボクシングやってんだ。あ、だから その井上ですね。ゾックン再び幼女を探す旅するわけないだろ今。特に今の時間するわけないだろそんなこと。どんだけ暇なんだよ、ね、今回の件に懲りずね、注意で済むんだったらもう一回やろうかなと思うわけないだろう。悪質だよそんなことか、やろうとするんだったら。帰りコンビニとか寄ります。いや大丈夫ですか。お腹空いちゃった。お腹空きました。どうしよう、食べた。いや俺はもう全然いつでも食えますけど。あ、いつでもスタバってのデブはいつでも食えます。そういうものなの。そう、あのもう食べたとかじゃなくて、うん、いつでも食えます。もう食べたとか関係ない。そうです、いつでも、ええ、開けとくんだ。そうです、胃袋も、ええ、胃袋にスタンバイさせますね、いつでも。いや、どうかじゃあったら。そうですね、いいのがあれば、まあ、いいのがあればです、ね、そうですね。キング牛丼食うわけねえだろ今。食えるかよ。お腹を今壊してる人は食えるわけないだろ。絶対無理。それ食えたらね、佐野さんがびっくりですよ。刺激物食えません。ダメだろ今食べたら。よかったですよ。
大ちゃんマンもやっぱ早いですね、動きが。なんか成長したね、喋り方にもなんか余裕見えてるもん。いや、本当におっしゃる通りで、ピシッとしてますよね、なんか、うん、あと 目つきが違いますね。なんかちょっとずつ研ぎ澄まされてる。いや、本当そうですね。前はこう、ねえ、こう情緒不安定だったから。ああ、そうですね。まあ、心がピュアなところはあったんですけど、うん、いいところだけ残して成長してる感じが。そう、昔は弱い者いじめが大好きでさ、すごかったですよ。忍法の背中にリュックサックに石詰めたり、ね、してた男が。そうですよ、今や社会人だよ。あ、ちゃんと仕事も継続してますしね。幸せなのかなってコメントありますよ。幸せ太りしたんだよ。もう初めは人間にいじめられた犬のような目をしてたのに、今や警察犬ですよ、本当に立派になって。ジジイの世間話書くなよ、悪口が過ぎるぞ。そうなんだよ、もう俺ちなみにもう完全にガス抜けたから。もう完全に控え室でマネージャーのね、一緒に帰る準備が終わってるタレントさんですよ。配信モードを、さっき完全オフですね。無事を確認したからも安心しちゃった。いや、ほんと安心感やばいですね。安心がすごい。あ、でも千葉県警ってやっぱ優しいですね。警視庁だったら多分是が非でももうなんかしようみたいなのがありますからね。立花のことを聞け。立花さん別に変わりないでしょ。変わらない、変わらないですね。ね、なんかテレビの、ね、テレビもやっぱ人気のね、こうある時ない時ありますからね、やっぱチュナーなしているし、マスク外して完全後ろで俺の顔がバレるだろ。仕事に影響出るわ。緑に運転させろって体調が悪い人に運転させないだろ。早いですね、意外と。あの、その時間ぐらいに着く感じまで借りてるんでちょうどよかったです。ちょうどいい。はいはい。高いっしょ今の時期。いや、実はその高い時はあるんですけど、ナイトパックなんで2600円ぐらいですので、ね。あ、それは、はい、全然。無職に生に食わせるわ。生肉食ったら、え、生肉食べたんですか。ダメ、絶対壊す、100壊す。油もんと生肉は食えない。その腸内環境が悪いんですかね。それか、うん、善玉菌が少ないからそうなってるだけだったらいいですけどね。そう、うん、これが半年だから心配になったですよ。え、ヤクルトか飲んでるんですか。飲んでない。ミルミルとかいいですよ、大腸まで届くの。だから、あれ飲んでる、セイロガン。え、それで痛くなった時に飲むやつじゃないですか。え、あれ痛くなった時に飲むやつ。ビオフェルミンですよ、飲んだ方がいいの。セイロガンは、セイロガンは痛くなった時に飲むやつです。あ、そうなの。そうだからビオフェルミン飲んだ方がいいです、本当に。いや、セイロガンって痛くなった時に、痛くなった時です、あれ。痛くない、成長作用があるから。そうです、痛くない時に飲んでも意味ないの。あ、てか耐性がついて本当に必要な時に効かなくなっちゃいます。あ、そうなの。はい、あれ全部漢方薬じゃないですからね、あれ。あ、そうなんだ。はい、あとビール酵母とかいいですよ。ビール酵母、ビオフィルミンはいいですよ。あの、腸閉塞になってる友達がやっぱ調子悪くなったらやっぱそういうの飲み始めますよね。早よ死ねって、なんてこと書くんだろう。ラストってことでやっぱちょっと運転がトロトロしてますね、みんな疲れ切って、高速だと立ち込みなんでしょ。ああみたいですよ。であと事故、なんか横浜町だとかで結構大きい事故起きてましたもんね。もう事故起きちゃった。もう起きてました、そうすると、大渋滞。そうですよね。だからちょっと旅、
旅にはやっぱきついですよね。楽しかったねでお家帰ろうとして大渋滞。ゴールデンウィークはニートにとって地獄の日だから。地獄ですね。どこ行っても人混んでるし、どこ行っても高いし。本当そうですよね。何もできねえよ。着くのかなって。終わっとるわ。終わってます。うちにゾックンは厳重注意で終わってね、あの帰宅してます。親に怒られながら帰宅するって。そうですよね。50歳が親に怒られながら帰宅ってどんだけ辛いと思って。そ、俺意外と50歳なんだと 思っちゃいましたね。すげえな。グリーンマイルに出てくる主人公並みにちょっと子供に優しいところがあったんでしょうね。優しすぎたゆえに。そうですね、誤解される。誤解されてかわいそう。あ、ギャバがいいらしいですよ。ギャバ、ギャバ、なんかギャバが入ってチョコレートがコンビニで売ってますよね。優しいの。あ、なんかギャバっていうこうストレスにも効くチョコレートが売ってるんですよ。あ、そう。あ、そういうのがいいらしいです。リスマス。参考にします。あ、セイロガンはあんま飲みすぎるの良くないですね。本当に痛い時に効かなくなっちゃう。気をつけろ。1日3回飲んでたから。ああ、それが効くこと思ったら。そうですね。乳製品っていうかそういうのがいいかもですね。みるみるがいいですよ、やっぱ。普通のやつって胃酸で効果なくなっちゃうんですよ、どんないいやつ。あ、そう。胃液がめっちゃ強いんで、うん、でもみるみるはその酸に強いんですよね、生き残ってるんですよね、うん、あ、それで改善することも、はい、で大腸までちゃんと届いてようやく効果が出るんで、じゃあ変えてみる。あ、みるみるいいですよ。あ、みるみるしか届かないんですよ。他はダメ。他は死んじゃうんですよ。やらせな。どう頑張っても死んじゃうんですよ。遺産で殺されちゃうんですよ。ひろゆきみたいにヨーグルト作れ。でもさ、料理配信者じゃないだろ、みどりさん。ひろゆきは料理ヨーグルト作ってる。意外と健康食こだわってるんですね、ひろゆきさん。作ってる。作ってるらしいです。え、エージェントを聞いてくれ。なになに。結構ね、コメントが流れていくからね、結構それを見つけるのって結構大変です。ミューズがいい本とか。てか待って、これ健康相談番組になってきてるんだね。俺はミノモンタじゃねえぞ。俺ロリコンハゲはいませんよ。サクラチンの話ぶっ込めるわけないだろ、プライベートの配信が続きますね。そうです、ね、いやいや、マナリンってね。いや、もうさっきあのね、もう苦境の男たちが入ったんで、ちょっと酸素が薄くなってるんでね、酸素に。あ、そうっすね。やっぱあれですよね、やっぱ緊張してるところから一気に安心したんで、多分一気に安心したよ。いや、逮捕されてなくて。そうですよ、うん、タトゥーとパイプカットについて聞いて。なんでパイプカット聞かないと。ちなみに俺の元上司はパイプカットしてたけど、愛人5人作ってた、ね、で5人とも女にあるブランドを別々にしてて、 ある日ボケちゃって奥さんに愛人の好きなエルメス渡したらぶん殴られてました。かわいそう。愛人が5人もいる。5人いますね。そんなモテるのか。モテますね。やっぱ金持ってるとですね、お金に魅力。そうです、そうです。もうお金しか
価値ないんですよね。やっぱ愛人から私問い合わせ来るわけですよ。あいつ今どこなのみたいな。その口を割っちゃいけないのが私の仕事だった。そうです。大変ですよ。口割っちゃうとやばい。そうですそうです、バレちゃうんで。で僕その愛人も探偵つけるし、奥さんも探偵つけるし、大変ですよ。愛人まで探偵つける。そうです。奥さんがいるのか。どっちもどっちみたいなとこありましたからね。修羅場だな。修羅場ですよね。秘宝金売高くないよ。タイミングがタイミングだから買うの。村真子が VTuber 始めたことについて。いいじゃない。ねえ、やっぱキャラクターってね、どうなんでしょうね。でも自分で喋ったから。ダメ。マジ？そう。これ新しいですよ。村真子さんっていろんな意味でなんかチャレンジャーですね。チャレンジャー。エージェント大ちゃんマンに仕事紹介してて俺が日雇いだ、うん、逆に俺を紹介してくれよ。でもね、もう今後もね、ちょっといろいろ仕事でか、ね、考えてますよ。私考えて、いろいろね、夢に向かって頑張りますよ。私未だに諦めてません。日雇いですよ。レンタカー代は折半ですか。いや、もう俺の趣味だから、ドライブのパトロールはね。すいません、パトロールしてくださって。ありがとうございます。無事がか、無事の花粉できたので、ね、本当爽快ですよね。二人で AV 撮れて。デブ男優ってたまにね、そういうなんか最近いるらしいですね。デブ男優に侵されるシリーズがやっぱりあるらしいですよ。はい、デブ男優って重要あるんだ。なんかこうデブに侵される系のなんかそういうのがあるらしいですね。で、なんで俺にその話をしたのかわかんないですけど、ね、その友達が俺に対して。大仏さんたちが本当に作品作るんだったら監督やってもいいような感じです。いや、本当だ。あーちゃんもよく出したよな。結構すごいですよね。結構えぐい。結構エロいですよ。エロを飛び越えた作品だったよ。大仏さんの仁王立ちが一番ね、グッときましたよね。にボクサーだろ、井上さんって。あ、ジュポジュポン、あ、ジュポジュポンね、わかる。大仏さんはね、あの町会議の帰りにね、射殺しろって言いながら去っていきましたよ。あのちょうど私、あの駐車場の通路で配信してたら、大仏さんもちょうど帰り際で偶然通りかかって、一緒に射殺しろーっつってコールを出してました。ヤミンは抜ける。あとヤミンさん最近 X 活動的じゃないですかね。飴玉のハメ撮り見たから見るわけないだろうよ。もうちょっとズームで見てとか言うわけないだろう。品川にね、一生懸命とつまちして、チンポがでかい人が来ると思ってウキウキしてた。飴玉の悪口書くなよ。9センチには興味ないって言ってたんだぞ、バカ。ヤブさんって何言ってる。ヤブさんは今あれですね、ようやくあの屋根がついてる、人類が住むべき部屋に住んでるんですね。ようやくです。
ホームレス脱出したの、はい、でどうしたんだろうなと思って町会議でやぶちゃんのブース行くと、ファイル300円で売ってますって言ってたんで、うん、これいいねって言ったら、社会復帰なんで必要なんですよねって言ってたんで即買いました。300円で社会復帰して、いや偉いですよ、本当に。あと商売うまいですね、やっぱり。うまいですよ、やっぱ頭の回転がいいですからね、じゃあもう、寒い雪の下で寝なくていいかな。そうですよ、あれ本当に死ぬほど寒いですからね。めっちゃ寒いし、めちゃめちゃ寒いです。俺ピザを一回届けに行ったんですよ、ウーバーを装って。そしたら熱々のピザ開けた瞬間に冷凍ピザに変わりましたからね。すぐにあれチーズ飲みへんなって言ってました、やぶちゃん。ガッチガチ固まっちゃう。もう普通の人寝れないじゃん。寝れないですよ、あれ絶対無理です。俺一緒に談笑してたんですけど、結構あったかいやつ着てたんですけど、めっちゃ寒かったです。俺もそんなに暑いじゃないから。そうなんです、やっぱ暑がりなんですよ。暑がりなの。いやでもやぶちゃんもやっぱゆっくりと一歩前進してますよね、やっぱ自分の生活スタイル。そうですね、なんかその生活保護にするのかどうか分かんないですけど、やっぱ住所が決まってたらやっぱり、ね、申請しやすいんですかね。やっぱり通ったんでしょう。ああ通ったんですね。これからですね、やっぱりこれから人生エンジョイしていただきたいです。左が緑ってどっちか分かんないよ。マスクしてる方がね、エージェントです。てかあの暗黒映画とかのやっぱ構想は練られてるんですか。ある程度決まってるから撮りたいよ、ね、また6月ぐらいにも。6月はでもいいっすね、はい、でも出たいしやっぱいると思うんですよね、やっぱ、うん、オーディションとかやっぱされますね。前やったからさ、その写真をちょっと出してあげないと。なるほど。あ、そうですよね、前やったんだから。あ、楽しみですね。まあ、あれワクワクしますもん。なんか、映画。ゆきちゃんを出せ。あれはヌボップ入りをするんですか。無理無理。無理ですよね。ゆきちゃんは一人でやった方がいいと思う。あ、誰かと絡んでると予算殺しちゃうから。確かに、やっぱ個性の塊ですからね。なかなかね、すごいピュアですもんね。天然かどうかわからんのピュア。あ、わかります、それありますよね。この人ガチなのか。そうなんですよ、やらせなのかが見抜けなかったんですよ。結構 目がマジなんで、どっちなんだろうっていう時ありますね。いや、ちょっと謎な感じしますよね。ちょっと不思議っていうか、読めないなみたいな。はい。背の高いやつを入れろ。あのさ、佐田さんが身長高いだけのキャストみたいなことやめて。本当いないですね。誰もいない。あんなオリジナリティある人無理ですね。探せないよ。ゆきちゃんの脇毛良かった。どこ見とんじゃん、お前。見すぎだろ、そういうとこ。俺でも見てないです、そこは。アイクって懐かしいな。俺、アイクって聞いて、俺一瞬、あいつ思い出した。あの、何だかな。名前忘れたわ。名前忘れる。ぐらい大昔って。あ、サモティじゃなくて、もう一人インド人いたじゃないですか、ケビン。あ、ケビン、あいつもうラインも消えてなくなりましたもんね。全部消えた。はい、消えました、ね、ケビン、カツキ君とか小船場君とか出ないって言ったら、やっぱチャンスを与えるんですよ。
として、まあその時にならないと分かんないもんね。そうですね。結構眠くなってますよね今。全然背もたれ倒して出てください。俺お家までちゃんと送りとくよ。でも近いでしょ。あと4キロぐらい。あ、そうっす。1.5 で出口です。1.5？ はい。1.5 ちゃんとどうなったの？あ、本当だ。1.5 ちゃんどうなったの？消えたよ。消えたんすかね。でもなんか戻ってきそうっすけどね、みんな。なんか、大体みんな戻ってくる。戻ってきそうだけど、なんか、圧力でもかけられてる。あー。結構いますよね、なんか謎の。で、贅肉ちゃんも一時期ちょっと危なかったですからね、なんかそういうストーカー以外とかありましたし。そんなのある？いやー、なんか配信でね、なんかそういう内情ありましたけどですね、まあ、ね、ちょっと今無事になって配信し始めましたけど。よかった、よかったですね。やばい薬に手を出して、なんで？今ネムコ君が、OD 何薬を作ってる、まあ、配信してますか？ C 社を作ってるって。 C 社は合法的なやつですよね。 MDMA なんてないだろ、その昔すぎるだろ。だって今でさえ羽田空港のその喫茶店っていうかカフェで、その何 CBD、その合法的な麻薬成分を使ってスイーツを出してるお店あるからね、実際ね。合法のやつ全然いいと思うんですけどね。ネムとネムコンのところに行って吸いに行けって行くわけないな、俺。いい年した男2人が。暇じゃねえんだぞ俺は。忙しいんだよ俺ら。そうだよ、ね、3秒5秒大事にしてるんだから俺ら。でも見ないぐらいのめっちゃ眠そうなあくびしました、ね。タビブ25、26、大阪だわ。あ、大阪なんですか。素晴らしい。いい近いんだから吸いに行きませんよ。俺が行ったら大変だろう、ね、マスクしてるから。ネムコくんち一回配信に行った時に、あのリスナーに教えられて、あ、リスナーっていうか、誰だったかな、配信者に部屋の番号教えてもらって、ピンポンしてドア開けたらフィリピン人が出て、びっくり、ドギム抜かれてました。俺もドギム、わーって言って。俺はそう、夜中に。そうです、夜中に。やばいよそれ。そう、あ、ごめん、あ、ソーリーソーリー、パーティーパーティーソーリーって、あーパーティーって納得してたんで、あ、この人アホやな、はい、パーティーでごまかしきれるんだと。パーティーさ、あ、パーティーねみたいな。はい。覆面で行ったの？あ、覆面で被ったも行ったんですよ。それはびっくりする。びっくりする。あ、あや国際問題になってます。M か足太いってそれ悪口じゃない？あれぐらいがいいんだよ、女。ね。アメリカなの撃たれてる。
年もどうなるでしょうね、今後配信は。あと今年も半年以上終わっちゃう。本当そうですよ、早いですよ。後悔しないように生きないとですね。1年1年が早いよ。本当です。みどりさんのそのね、こう体調が全て判明して安全になるもだったですけど、何かね、こう、まあ、そうですね、健康問題が現れたらやっぱ自由に生きてほしいですね。自由だから、自由がないとダメです。お金よりも健康だよ。おっしゃる通りです。健康が一番ね、大事です。金梅はやばい。金梅さんはね、金梅はどうなの、実際は。エージェントのメーカー、どうなんですかね。まあ、いそうじゃん。例えば、まあ、別になるんですけど、その糖尿病の人がいるとするじゃないですか、うん、で何の処置もせずに何の薬を飲まずにいると、大体7年で死ぬんです。7年なの。大体糖尿病は、あの人工透析もそうなんですけど、うんうん、大体7年ぐらいでもう体の臓器ってもう耐えられないんですよ。え、ちょっとずつ悪くなるの。もう、大体が6、7年で亡くなる方が多いんですよ、うん、そうなんですよ。あと老人ホームもそうなんですけど、うん、老人ホームも冬場に亡くなる方とか、めっちゃ暑い時に亡くなる方が多いんですよ、うん、1度上がるだけ、2度上がるだけで亡くなる方が多いらしいですよ、やっぱ。そんだけで、はい、きっかけはもうほんと些細な、ほんと些細で、あと誤嚥性肺炎で亡くなったりとか、こう咳とかするじゃないですか。変なとこ入ったってなるじゃないですか、うん、あれなんですよ。そんなレベルで、あれって、あ、変なとこ入ったってなったら、うん、肺のちょっと一部に自分の唾液とかが入ったら、その菌が増えるんですよ、肺の。え、何それ。で、そうなんで、多臓器不全で亡くなるっていう。え、そんなくだらない。そうです、老人ホームとかの亡くなる方の理由はそれがナンバーワンなんです。え、唾液が肺に入ってそれが感染するとか。そうです、唾液ってトイレよりも菌が多いんですよ、うん、そうなの。そうです、うん、だから老人ホームを経営してる方に聞きました、それは。怖いね。はい、でやっぱ亡くなる月も7月とか12月とかがやっぱ多いって言ってましたね。気温の変化に、そうですそうです、気温の変化がって変わり始めるとやっぱ亡くなる方がすごく多いらしいです。はい、だから歯磨きってめちゃめちゃ大事らしいです、うん、だから老人の方って歯磨きをしっかりするんですよ。しっかりしないとこう菌が増えるじゃないですか、うんうんうん、だからどんなに認知症の方でもちゃんと歯をちゃんと磨くって言ってましたね。いや、老人が風俗行ったら感染しちゃうって死んじゃう。いや、もうほんとそうですね。てか多分風俗の方もやっぱ体調崩しやすいって言ってました。その風俗場の友達も言ってましたけど、やっぱ体調がずっと、もう自律神経もおかしくなってきました。怖いね。はい、気管に入ったらやっぱりまずいですね。だから変なとこ入ったと思ったらやばいと思った方がいいです。若い方でもそれなくなる人いる。え、若い人でも。いい、なります、なります。たまに飯食ってる時にってなり始めると要注意です。よくあるんだ。あの首のこの筋肉が衰えてるんですって。そう、だから咳込みやすい。だから お茶漬け食うと咳込むのになった。お茶漬けもサラサラできない感じですか。すると時々なんか変なとこ、あ、ご飯粒が入ったりとか。そう、それやばいんでしょ。やばいですね。だからちょっとストレッチしたらどうですか。めっちゃあの簡単なやつに、ヨガとか、うん、ジム行った方がいいかな。また、いや、でもジムに行ったらもうムキムキですよ、ミドニーは。運動、とにかく運動が、あ、大事です、大事です。大事、プールが大事らしいですよ。まあ、デブが言うんで、うん、信憑性が 3% ですけど、3% ぐらいの信憑性なんですけど、水泳がいいらしいですね。水泳が特に、はい、あ、やっぱ骨にも、あ、体重も軽くなるし、体にもいい。そうです、そうです。で、間違えてもプールの水をごっくんしたら誤嚥性で死ぬんで、そこは要注意ですね。もう汚そうだもんな。汚いです、あれもトイレより汚いですね。だからみんな塩素入れるんですよ。塩素で消毒するんですよ。海とかじゃ考えられない汚さじゃん。だって大腸菌だらけですよ。どこが？プールなんて。俺プールの監視員してましたけど、うん、めちゃ、もうみんなこう水着の下ってもうやっぱ全裸じゃないですか。そうだね。だからもう考えただけでもゾッとしますよ。え、大腸菌だらけなの、あそこって。大腸菌なんです。だから塩素をちゃんと入れてない温泉とかが、うん、ための温泉入って亡くなる方が多いんですよ。
その水をちょっと飲んでしまったりとか、うんうんうん、で亡くなる方が多いです。え、温泉の水汚いじゃん、ね、汚いです、めっちゃ汚いです。え、綺麗じゃないのあれって、汚いんですか。かけ流しのところでもやっぱみんな殺菌しますね、やっぱり。そうなんだ。そうです、お尻拭いてない人が普通にプール入れるじゃないですか。うん、普通に入るし。だってあの学校のそのなんていうの、プールの入る前ってみんな自国のシャワーとか浴びたいじゃないですか、めっちゃ冷たい。やっぱあれは大事なんですよ。最近ないらしいね。はい、あれ心臓止まりそうになりますからね。最近のプールぬるいらしい。あ、優しいんですね。優しくなったら天使のシャワーになったんですよ、うん、室内プール怖いじゃんだったら。確かにぬるいし、うん、恐ろしいですよ。あれない、あ、やっぱないんだ。あと目を洗うあのピュッてするやつでふざけて全開して目の視力が悪くなってるといいます。いるのやっぱり。あれ、あれ本当危ないですよ。あれ危ないでしょ。あれふざけてやっちゃダメですよ、ね、全力でやれますと目が滑っちゃう。あれはもうやばいですよ。全員ムスカになります、ね、怖すぎる、はい、あれは怖いですよ、ね、やっぱりあれですね、ちょっと健康状態が気になりますね、やっぱり。緑色決めない方がいいかな、もしかしたらでしょうね。明日胃カメラ検査は食べない方がいいのこれ、何時間前、どうなんでしょうね。でも最低でも6時間は空けた方がいいんじゃないですか。え、何時ぐらいに予約してますか。9時。うわ、何これ、なんかなんかゴミが散乱してる。すげえ、すげえ散乱しました。空腹だと寝れなくなっちゃうんだよ。あ、デブは空腹でも寝れるんですよ。あ、全然寝れますね。それ3秒もあれば寝てます。3秒、3秒あれば。だって寝配信するつもりじゃないのにいつもから寝てる時ありますよ。それはまずくないの。本当ですよ。あ、こちら危なかったですね。危なかった。今のも危なかったよ。今のも危なかった。あ、危ないですね。ぶつかるとこだった。でも多分この前の車は、うん、未来見た瞬間、あ、やばい、俺調子こいたと思った。あ、まあこんな覆面が乗ってたから、ね。後ろ見たら覆面のやつがじーっと見てるの。あ、調子乗らなければよかった。でもいいよ、そこら辺につけてもらった方がいいですか。もちろん、そっちも行きやすいです。あ、承知しました。お気をつけてありがとうございます。うん、こちらこそありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、とんでもないです。失礼します。ごめんね、レンタカー気をつけて。いや、とんでもないですよ。お気をつけて。あ、じゃあ、保証もらうよ。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。じゃあ、またなんかあったら。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、おやすみなさい。気をつけてないですかね。ないですかね。じゃあ、お疲れ様です。おやすみなさい。はい。